作る人間としての俺が面白いなと思う一個のところはね、うん、あの2人ともかなりアカデミックに勉強をしてきたわけでしょ。まあ、一応自分の大学の自分で 大学で勉強したことをその後もそのまんま職業につなげていこうとしてるでしょ、はい、で勉強もしてきたじゃん、うん、で実際博識だと思うの俺からしてみたらね。いやなんだけどそれを、まあ、全部じゃないんだろうけどかなり無視した作品が出来上がってるところなんだよね、うん、普通それに引っ張られるじゃん。その自分が勉強してきたもの、彫刻なら彫刻とか、あと彫刻やってないんだよね。まあ両親はね、本当にやってなかったね、うん、だって聞きました、彼の卒業展彫刻ゼロっすよ、うん、それね、ちょっとね、小耳に挟んだ、両親堂で映像の映像でしょ、うん、すごかったよ。だって先生見に来てくれなかったのすごいよねそれってすごいよなそれ、まあ、全員の先生が見に来なかったわけじゃないんですけど、うん、あの普通は全員の先生が見に来るんですよまずね普通は、うん、あのちゃんと検一応卒検でもあるからさそうなの、うん、検定しなきゃいけないわけじゃない、うん、そうなの、うん、それがねだからどうやって僕点数ついたのか分かんないんですよ。ボイコットされたんだ先生とかじゃなくていや意識的にそうしたのか、うん、もう意識してないけどもうめんどくせえとか思ってやったのかは定かじゃないですね。逆学生運動じゃないですか。そうそうそう両親のいいところは運動も気分もないんだよないね運動してるつもりもないっていうしてないよ。でも本当のアカデミックってそういうもんなんじゃないのかな。本当のアカデミックってあもっと排他的でいいんじゃないか。排他的だったり補習であることがアカデミックであるとは僕は思わないんだよね。うん、うん、ああそういうことね。本当のってことだよね。本当の本当のってことだよね。もうバウハウスぐらい本当のアカデミックみたいな感じ。そういうことですね、うん、だからアカデミックを突き詰めていくと下道だったり、うん、あのもう極自由、うん、自由の極地、うん、みたいなね、ギリシャのアカデミアとかそうだったんじゃないの。自由学園だっけ、うんね、そうだった、うん、あれプラトンとかそうそうそう最初のアカデミアっていうのはもうものすごいさ自由な世界であれでしょ、うん、少年とやっちゃったりしてたの。やっちゃったり、うん、もうしちゃいけないこととか言っちゃいけないことなんてないですような世界でね。タブーなし違う。タブーなし、タブーなしにおいて人間がどこまで突き進んでいけるかっていうような世界だ、うん、俺タブーなしって地獄になると思うわ、うん、すごい実験だねそれは。佐渡ですよね、うん、まあでも東京もある意味そんな匂いするけどね。でもちょっと街並みはそうですよね、うん、結構タブーないなって思う、うん、まあね、あの資本主義とかっていうのに関しては、うん、でもそれを本当に突き詰めてる人ってあんまりやっぱいないから、うん、その今のアカデミックっていう言葉では保守的であることがまあ、本堂であるっていうような勘違いだと思うんだけど、うん そ, うだね、そういう印象はあるよね。それは今だからあれでしょ、一応権力っていうかさ、その権力がタブーをちゃんと制御してるからっていう、うん、そうだね。だからポピュラーであることがアカデミックであるっていうイメージがあるからね、うん、そうかもね、うん、そうでもないポピュラーとアカデミックってあんまりくっつかなくない、うん、でもやっぱりね、なんだかんだで常識的なことを課せられたりとか、うんうん、例えばほら、うん、今の2000年代の音楽でアカデミックっていうのに入ってくるような、うん、例えば現代音楽みたいなもの、タケミクストールとかっていうものがポピュラーかっていうとね、まあまあね、その現代音楽界ではポピュラーですけど、うん、全体としては全体としてはポピュラーじゃない、うん、むしろサブカルでしょみたいな、うんいや僕はそっちの方にどんどん行ってった方が面白いと思うんだよね。みんながつまりサブ、またこれサブの話になっちゃう。サブメインの話ややこしいんだよね。ややこしいんだよね、うん、どっちがサブかっていう話なんだけど、うん、結局はでもやっぱその道を突き詰めていくとその人がサブになる可能性なんだよね、うん、社会の中で、うんでそれを突き進んでいくことのできる環境がアカデミックってことだと僕は思ってるんだけどね、うん、機関として
期間として、うん、とことんやり続ける道を外れようが、うん、結構理想像的なとこあるよね、うんうん、もうその人と似てるようなことやっててもいいし全く違うようなことでもいいけど、とにかくどっちでもいいけど突き進んでやれることができるような環境が僕はアカデミックだと思うんだよね。うん、その意味じゃ今は違うだろうってことだよね。うん、今はそうなってないんじゃないかってことでしょ。そうだね。そうだね。ちゃんとそういうことやりたい人のコロニー的役割を果たしてくれる機関。うんうん、だ結構僕思うんだけど、真面目にやってる人ほど、うん、どんどん道を外れていく可能性があるんだよね。そうだね、純度増していくからね。純度増して、そのいわゆるポピュラーとは違う方向に行く可能性はあるんだけど、やっぱそれは想定してないといけないと思うんだよね。うん、先生とかも嫌がんないで、そう受け入れて話戻したいなと思う。うん、アカデミックの姿っていうものに対するイメージを広げてもらわないと、特に彫刻の学生って外れて、結構なんか先生の幅があんまりこの現代美術の方に明るくないんで、うん、どうしてもこう現代美術をやりたい学生にとっては勇気のいる、うん、叩かなきゃいけないんだよね、うん、そもそもなんで何々かって分かれてんだよって話。うん、そうだね、うんうん、だから例えばうちの大学って彫刻でもインスタレーションやる学生ってほぼ帰るぐらいいないんだよね、うん、あとメディアアートとか、うんほぼいないのよ、うん、ほら授業がさすでに分かれてるわけじゃん、うんうん、その授業が今日はじゃあ彫刻の授業、デッサンの授業、うん、美術史の授業って、うんうん、でその中から自由に自分で単位を取って、うん卒業できるっていう一応システムなんだから、それもちょっと広げてもう一クラスでいいんだよね、うん、きっと芸術やりたい人のクラス、うんうん、大学、うんうん、まあだから僕はそういう感じでなんだろうな、もうアウトローが増えていった方が面白いと思うんだよね、うん、大学って、うん、それを受け入れるその器もそれに対応してきてくれるしね、うん、そうだね、きっと大学とか単位にするってくれれば、うんうんうん、そうだね、だから僕はそういう人が増えることは本来は大学にとって喜ばしいことだと思うんだけどなって日々思ってるんだけどね、うんうん、面白い人間は増えそうだよね、うん、うん